営業本部第一営業部第一ユニットの鈴木瑞希です。主にお客様といたしましては製造業界とあと食品系の企業様をメインに担当させていただいております。今日はこの後メールもう一回確認するのと、毎朝朝礼をユニットメンバーでやってるので朝礼をして、あとは社内打ち合わせと、あとお客さんとの訪問とっていう感じで今日はメインになると思ってます。eWiz はアウトソーシングの会社で、カスタマーサービスとバックオフィス系の業務がメインです。営業はお客様の課題に合わせた解決策を提案し、受注後はオペレーション部門と連携して課題解決まで伴走するお仕事です。おはようございます。私はそうですね、記載いただいた認識ですね。ただスケジュール感のところは特にそのいつまでにこれをやるみたいなのは明記なかったので、そこはちょっと私もご相談したいなと思ってます。今オペレーター人件費とあとテレフォニーと PC も一応入れていて、実際にその実況置くスペースが何席になるかはわからないんですけれども、一旦2席分で仮置きをしていて、はい、お疲れ様です。失礼します。お世話になります。本日はお時間いただきましてありがとうございます。弊社の強みというところで今回の4つまとめさせていただいております。まず1つ目がですね、とことんそのお客様に寄り添う B-Biz というところで、弊社の B-Biz の由来でもありますとお客様と共にという部分もひたすらに考えまして、本社とワンチームでのセンター作りをまず行ってまいります。2つ目につきました、徹底したオペレーション力でございます。カスタマーセンターの基盤作りはもちろんですが、さらなる高い応対品質ご提供というところで、日々の運営における取り組みはもちろんですが、その中からですね、新しく B-Biz の事業を立ち上げたりという部分でございますので、このような底力をぜひ出しながら御社と一緒に頑張っていきたいと思っております。3つ目はデジタル×ヒューマンによる飽くなき改善と進化のご提案でございます。我々だからこそ実現できる日々のお客様の気づきですね、今課題感というところを大事にしておりますので、人というところをベースにしながら、最近は効率化という点を含めまして、デジタルを活用してのプラスアルファの顧客体験というのを提供することをお約束いたします。で、最後4つ目でございますが、以前ご紹介させていただきましたオムニアリンクという弊社のテレフォニーシステムでございます。業界の中でもその唯一ですね、自社開発のコンタクトセンターにおけるテレフォニーシステムをご提供しているところでございまして、現場のですね、これまでのリアルな声を集めたテレフォニーシステムになっております。こんな機能があったら便利っていうようなところがわがままたくさん詰め込んだような機能になっておりますので、こちらも御社のですね、手の届かないところについてもですね、丁寧にご支援できるというふうに考えております。簡単にではございますが、弊社の強みでございます。オムニアリンクのところが非常に気になっているなと思いますし、御社の強みかなと思いますので、また具体的にお話聞かせていただければなと思います。今回の課題感にもあった後処理の効率化という部分についても、オムニアリンクのSTT 機能とかでご支援できると思いますので、ぜひまたお時間いただければと思います。ユニットミーティング始めます。よろしくお願いします。まずなんですけれども、今日は、仕掛かり案件の報告。普段の鈴木さんのお仕事の様子といいますか、どんな感じに映っているのか。非常に芯が強くて、与えられた仕事プラスアルファのことを着実かつ堅実にコツ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 こなしていくっていう、そうだよね、うん、そこの印象は全く僕も同じで、着実にしっかりとやっていくタイプなので、一見こう目立たないかなっていうところはあるんですけれども、ただやるところをしっかり常にやってるっていう仕事の進め方かな。安心して仕事を任せられる、うん、年次の割には結構大人な感じで、自動生産機だけでいうと5席くらいなんですけど、うん、他の商材もグループチームもあるみたいです。今後チームにとってこんな存在になってほしいなとかあったりしますか。あまりこう自分の意見を積極的に出すタイプではない。そこがね、もうちょっとこう前面に出てくると成長が早まって高まっていくんじゃないかなっていう気は。じゃあユニットミーティング、前半一部終わります。はい、ありがとうございます。今日は午後訪問に行くので、その前に社内打ち合わせを、はい、したいと思います。で、今日の打ち合わせなんですけれども、この後訪問に行くので、この打ち合わせで、何をやっていくのかっていうのをちょっと目標のゴールのところを認識合わせさせていただければなと思ってます。じゃあこれから資料を印刷しに行ってきます。ちょっと残念ながら一緒に行けないんですけれども、今日はお客さんにその新しい部門を紹介していただけるようにゴリラをしに行くので、アプローチ頑張っていきたいと思います。行ってきます。人事部採用企画ユニットの太田と申します。
もともとは営業にいたんですけど、人事部に移動してきて新卒採用に初めて関わって、一番最初に関わった採用の世代に鈴木さんがいて、自分の中でも思い入れのある採用の中に鈴木さんがいたので、すごくまあ印象深いっていうのはあります。ビジネスの中に身を置いてきてるからこそ、コミュニケーションとかもよりこう洗練されてきてると思いますし、鈴木さんの良さも失わずに営業としてお客さんの懐に入っていってるんじゃないかなっていうふうに思ってます。形式的なコミュニケーションじゃないところにチャンスとかきっかけってすごい落ちてるなと思いますし、まあ、そういう環境が多分 BWiz にはあるかなと思ってるので、ちょっとした話とか雑談ベースで話したことが仕事になったりとか、お客さんとの関わりの話の中でも形式的なヒアリングというよりは雑談から新たな課題が見えるとかっていうのもあると思って、うまく着飾るとかっていうのもすごい大事ではあるんですけど、飾らず上手に雑談できるそういうタイプの人がたくさんいると、もっと会社も成長するんじゃないかなというふうに思ってます。なんとかうんっていういい感じだったかなって思ってます。成果資料の依頼もらったので、それを作りに帰ろうかなと思います。終わりました。今日はもう帰ります。お疲れ様です。そうです。お疲れ様です。私が入社決めた理由は大きく2つありまして、1つ目が就活をする時の軸としても、お客さんと何か一緒に寄り添いながら課題解決に向けて頑張っていけるような仕事っていうのを考えていて、まあ、その中でこの BWiz っていうのを見つけ、そしてまあ営業っていう職があるっていうのも分かったので、そこをまずやってみたいなと思って決めましたね。2つ目は BWiz の人というか社風みたいなところなんですけど、実際に面接とかやった時にも過去何をやってきたかみたいなエピソードをしっかりなんか深掘りして聞いてくれているなっていう印象があって、でそれがあったので、こんだけなんかすごい人を見てくれている会社さんだったら自分も頑張っていけるかなっていうのもあって決めました。お客さんのそのご要望だったり希望とかをやっぱりできるだけ実現できる形で BWiz としてもやっていきたいんですけど、どうしてもなんかダメだっていう時がやっぱりあったりして、その時にまあ対社内だったりお客さんとの調整っていうのが営業はやっぱちょっと重要になってくるので、板挟みじゃないですけど、なんかそういうのをやったりするのが一個大変だなっていうのがあったりしますね。帰ります。